皆様こんにちは。福祥県下避難行動要支援者対策担当班の松田と申します。これからの時間は避難行動要支援者の支援活動に対する補助金について説明させていただきます。これまでの防災士フォローアップ研修にも参加いただいております方につきましては、すでにご存知の部分もあるかと思いますが、ご容赦いただければと思います。お手元には、画面左下にありますような、災害時要配慮者支援事業の補助金についてという緑色の資料をご準備いただければと思います。それではまず資料の説明の前に避難行動要支援者名簿について説明させていただきます。災害対策基本法では行政が持つ情報をもとに災害時要配慮者のうち特に避難支援が必要となる方の名簿の作成が市町村に義務付けられています。この市町村が作成した避難行動要支援者名簿は本人同意をもとに平常時から地域の関係者へ情報提供することとなっています。大分市ではこの名簿を画面右の写真のような黄色いバインダーで自治員さん、民生委員さん、自主防災組織の会長さんに提供しています。個人情報であるため自治員さん等に名簿の管理をお願いしていますが、誰にも見せられないわけではありません。名簿の提供前に行政が本人から同意を得ているため、地域内で避難支援を行うための情報共有は可能です。情報共有が可能ということを確認していただいた上で、この名簿と災害時要配慮者支援事業費補助金の活用を通じて実際に地域で取り組んでいただきたいことについてご説明いたします。それではお手元の緑の資料、災害時要配慮者支援事業の補助金についてという資料の左上をご覧ください。補助の目的ですが、避難行動要支援者の情報共有を進め、要支援者に対する情報伝達や安否確認ができる体制づくりに取り組んでいただくことです。次に補助金交付の対象となる団体です。自主防災組織に対して交付します。連合防災会は基本的に構成するすべての自治区で取り組みへの参加をお願いします。補助金交付の要件、取り組んでいただくことですが2つあります。自主防災組織で連絡体制表を整備、平常時に連絡体制表をもとに情報伝達訓練を実施することです。まず連絡体制表の整備ですが、災害時に自治員さんだけで何人もの要支援者へ避難の呼びかけ等を行うことは困難です。また自治員さんが呼びかけ等が行えない状態である可能性もあります。連絡体制を整備することで手分けして素早く確実に連絡を行うことのできる体制を整えていただきたいと考えております。この資料の右下に連絡体制表の一例を載せていますので参考にしていただければと思います。次に情報伝達訓練ですが、災害時にいきなり会ったこともない、話したことのない方から避難の呼びかけがあっても避難には結びつきにくいかもしれません。例えば面識がない方にはぜひ一度訪問していただき、災害時には避難の呼びかけをすることがあることや安否確認の担当者などをお伝えしておくと災害時の対応がスムーズにいくのではないかと考えています。また面識がある方につきましても
1年に1回は災害が起きていないときに電話や訪問で連絡網を回してみて、緊急時の連絡先やその他身体状況をはじめとした身の回りの状況に変わりがないかご確認いただきたいと考えています。補助限度額については6万円までの全額補助で、限度額を超えた部分は自主防災組織の負担となります。また補助金は事業完了後の実績払いとなるため、一時的に自治会費等で建て替え払いをしていただく必要があります。その点はご了承ください。補助の対象となる費用ですが、活動に参加していただいた方への活動費が対象となります。活動者1人当たり1日2000円が上限となり、自治員や民生委員の方などにも活動費の支給は可能です。なお、ここで2点ご注意いただきたい点がございます。活動費の2000円ですが、避難行動要支援者1名につき2000円ではありません。避難行動要支援者の人数に対しての活動費ではなく、活動者に対しての活動費であることにご留意をお願いいたします。またこの補助金は平常時、災害が起きていないときに体制づくりをするための経費が対象となります。災害時の経費は補助対象外となりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。その他、会議を開催するのにかかる費用も補助対象となっております。会議参加者への飲料代、文具代、手指消毒液、非接触式の体温計などが対象となります。購入するものにつきましては、補助対象外となるものがあることに加え、購入のタイミングや数量などご注意いただく点がございます。活動費、飲料代以外の費用については必ず事前にご相談ください。ここまで主にお手元の資料の左半分を説明させていただきました。右半分は地域での取り組みイメージとしてモデルケースを記載しております。あくまで一例ですので、この通りでなければいけないというものではありません。地域の実情に応じて取り組み方は変わってくるかと思いますので、こちらを参考に取り組みの検討をいただき、初めて取り組む皆様にはぜひ私どもにご相談いただければと思います。最後に、災害時に要支援者名簿をお持ちの自治員さん、民生委員さん、防災会長さんだけで情報把握をすることは困難ですが、防災士さんや他の役員さんと情報を共有することで災害時の支援に結びつくと思います。まずは防災会長に情報が集まるような体制づくりから始めていただきますようお願いします。取り組みを進めていく上で、地域や役員さんへの説明、その際の資料の作成など、私どもでできることは最大限させていただきますので、お気軽に福祉保健課にご相談ください。そして、ぜひ補助金のご活用をお願いいたします。以上で福祉保健課からの説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。